にちは、病気したろうです。今回はですね、北海道で社会福祉施設に入所していた女子高校生が職員を切りつけたことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2018年11月18日の午後に札幌市東区の社会福祉施設で入所者の女子高校生が職員の男性の首を刃物で切りつけ殺害しようとした疑いで逮捕されたということで、逮捕された16歳の女子高校生は18日午後3時過ぎ、札幌市東区の社会福祉施設で55歳の男性職員の首をカッターナイフで切りつけ殺害しようとした疑いが持たれていると。男性職員は怪我をしたが程度は軽いということ。男性職員が首を切られたと自ら警察に通報し、駆けつけた警察官が女子高校生を現行犯逮捕したと。女子高校生はこの施設に入所していて、警察が動機などを調べているということですね。でですね、客観的な意見としては、これだけの情報だと何とも言えないっていうこと、社会福祉施設にもいろいろあるということや、あとこの女子高校生は障害か何かがあったのかどうか、あと殺意があったんじゃないかなど、多々ありました。でですね、自分の気持ちとしては、同様に、この記事だけじゃ何とも言えんっていうところが確かかなと思いました。職員が何かをして、それで殺意が湧いて女子高校生が切りつけたっていう場合も考えられるし、責任能力がなかった場合などもあるし、何とも言えないというところかな。またこの施設に入所していてって書いてあって、最近入所したのかずっと入所していたのかっていうのも定かではないので、何とも言えんというところですね。ただ、カッターナイフで切りつけて、まだ怪我が軽く済んだのでよかったなと思いました。とはカッターナイフが近くにある環境とか、そういった殺傷能力が高いものを近くに置かない方がいいんじゃないかなと思います。個人的に持ってたらしょうがないけど、でも個人的にカッターナイフ持ってたとしたら、やる気満々だったんだなっていうのが分かるんだけれどっていう感じですね。ただ現段階では何とも言えないので、もし詳しい方がいらっしゃいましたらコメントをよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は北海道の社会福祉施設で女子高校生が職員を切りつけたことについてお話ししていきましょう。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。